盛り上がってる雪は警戒しようぜ。使えるもんはいただいとかないとな。裂け目に足突っ込まないようにな。いつでもどうぞ。景色に見とれすぎるなよ。そうな奴が出てきた。
お前それ。使えるもんはいただいとかないとな。いつでもどうぞ。悪い、すぐ行く。使えそうか？
いつでもどうぞ。楽しみの時間だな。ここなら一休みできるな。面倒な仕掛けだな。装備の点検か？うん、狭いな。備えあればってな。ここで戦うのはうまくねえぞ。中身は何だ？どっち行くかは任せる。使えるもんはいただいとかないとな。周り一面凍ってるな。
いつでもどうぞ。待ってろ、今行く。嘘だろ。よ、大丈夫か。準備不足か。よし、回収できたな。備えあれば。使えそうか。いよいよ到着か。お待ちしていました。お待ちしていました。どうか今一度記憶の糸をお紡ぎください。勝者、いや
ニコラ。ミア。負けないよ。暴走する自分と戦い続けていたのか。なんてやつだ。今まで気づかなくてごめん。今お姉ちゃんが行くから。気張っていくぞ。下がって再生しな。どうだ、覚悟しろ。お疲れ様。守られていたのは私だったんだ。ごめんね、ニコラ。大丈夫。私は大丈夫だから。ミアはいつ目を覚ますの？残念だけど、それは誰にもわからないんだ。中には目を覚まさない人もいる。そっか。いいか、お前はまだ子供だ。そんなの関係ない。継承者になってミアを守るんだ。だってミアが目を覚ました時にこの世界がなくなってたら困るでしょ。そろそろ起きたかな。元気にしてるといいな。
僕も頑張るから。早く元気になってね。いや。よかった。無事に目が覚めて、それにいっぱい仲間ができたみたいで安心したよ。全部ニコラのおかげ。あなたがそばにいてくれたから、ここで戦い続けてくれたから、今の私がいる。あなたは守ってくれた。私を守り、私を強くしてくれた。この上、何を望めばいいの？いや。ニコラ・カルンシュタイン、あなたはナイトになったのよ。誰よりも立派で素敵な騎士様、大好きよ。うん僕もミアが大好き。ありがとうね、ニコラ。あなたたちにどう感謝したらいいのか。なのに、人に与えられるものを持ち合わせていないのね、私は。
欲を言えば一緒に来てくれと頼みたいところだが、あの子がくれた命どう使うかはあんたの自由だ。それでいいよな。ニコラがくれた命、私は他の継承者もあなたのように必死に自分自身と戦っているのかもしれない。ここで立ち止まるわけにはいかない。そうだよね、ニコラ。お姉ちゃん、行ってくるね。